コンバッチ8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今回は天才キャッチャー作成、右投げ右打ちのキャッチャー、フォームは島田、好きな球団は進むくんから広角打法狙いでオリックスでやっていきたいと思います。ということで天才カードとヒーリングカード、この2枚で頑張りましょう。はい、ではやっていこう。すげえ、 C2 つ、ドン、198。 C2 つは激レアですね。まあその分 F もね2つあるんだけどね。どうしよっかな。これマップもね、赤がね全然邪魔なところにないって思うと、動きを考えちゃうな。いて、まあまあまあ、言うてな、言うて初手減少は許す。ナイス。はい、拾う、プロ入り、ナイス。それは強い。そして選手にも合う、カット打ち、マッチョマン。また減少か。ちょっとな、減少痛いな、2連続は。まあ連続じゃないけども。はい、ということでステージ終了。マイナス10ですね。それは痛いけども、悪くない。まあハテナマスちょっと1個、行きづらいっちゃ行きづらいが、だがしかし、ナイスタンド。取れるところは取っていく。選手にちょっと会えなさそうだね。それがちょっときついかな。ナイス回復で、はい、補給。ここで5以上、せい、6、まあ OK でしょう。5以上で OK って言ってるのに、まあ OK っていうね、6で。おかしいな、言ってることがちょっと違うな。赤そんな踏まないで済むね。まあ、やる気欲しいけどね。ナイス回復。幽霊行くかと思ったらいかんかった。ナイス、いいやつか。超回復やってくれたね。はい、赤消す。ほうほう、なるほど、オッケーオッケー、ナイスパワー。そしたらちょっとねルート考えるわ。シャッフル、あいい、キャッチャーだもん、キャッチャーだもん。オッケーオッケーオッケー。で理想は無地青なんですけど、きたー、ナイス8で、ここちょっとねいけないね。無地青を引いてくれたか。これここ行きたいな。はい、ナイス鳥海、ナイス鳥海、やば、理想すぎてやばい。これさすがにやる気取っとくか、このタイミングで。体力もあるし、ヒーリングが強い。やべえ、ハテナマスとヒーリングが鬼強くて、これはいい選手できるでしょう。初期値もね C2 つっていう倍々なんでね。ただこの後ね、野球マンじゃなくてカレンさんが、このハテナマス多いところ突っ込みたいけど、なんかやばそう。ナイス選手。まあ、初手ロックは絶対大丈夫なんで、いや、やばい。そうだよね。そんな気がしたわ。大丈夫だろう、3分の1。オーケー、落とす。ロコンされる。逃げ切れるかな選手。逃げ切れないな。選手が来てくれればワンちゃん。ナイス、超回復。ナイス、選手。選手が避けたことで、これはうまい。ただヒーリング落としてるけど、まあ、プロいられるからね。オッケー、これはもういい、これはもういい。野球マン温存できたのがね、ここは大きい。さあ、ラスト。まあ、青マスめっちゃあんじゃん。で、プロ入りあるんで、ミート7の、降格はなし。何出てもいいけどね、ここはね。守備、いいね、いいね。はい、ワンランク上げ。で、わけわかんない、初手ロック。それはただのいじめなんだよな。ナイス。これ、奥行ってくんねえかな。くっそー、鬼が避けた。
まあ、体力めっちゃ持ってって、しかも肩の特化やば、めっちゃ持ってかれて肩特化された。うーん、まあ肩 S、 いやー多いかー、もう肩マックスなんだよな。いろいろと最後事故ですね。出てくるとしたらここかなってなると、降りてきた降りてきた、おいおい、おはパワーワンランク、青いマジか、これステージ5悲惨だわ。はい、ということで500いったかな、いってるね、素晴らしい。それでは名前設定いってきましょう。はい、名前設定してきました。名前星524からコッシ君という名前になりました。いかがだったでしょうか。基本能力、打撃もできる強肩キャッチャー、特殊能力も固め威圧感カット打ちとなかなか強いので、オートペナント期待して回しみましょう。はい、1年間オートペナント回してきました。結果はこちら、打率3割4分2厘、見事首位打者のタイトル、さすが固め打ち威圧感ミート A ということで、今回ね187安打、これ並んでるんで、ムネさんとねタイトル分け合って最多安打のタイトルもゲット、素晴らしいですね。ということで、あとはホームラン38本は第3位、惜しかったな、3本差です、悔しい。でも131打点で打点王は取りましたと。はい、塁打数は329、得点圏打率もね通常よりもさらに上がってるんで、もうかなり打ってくれた、かなりの成績残してくれました。ということで、三振は82、ちょっと多いかな、1割5分か。得点が109、フォアボールが96と立派です。あと、まあ、走力ね、今回 D だったんで、盗塁0と。あとは、猛打賞が23回、立派立派。対左対右は、まあ、大きくは変わらないですかね。で、長打率が6割5 A。出塁率4割4分でタイトルをゲット。OPS は 1.041。そして、今回、コシ君、キャッチャーだったんで、守備の方も見ていくと、盗塁規格数96に対して阻止数3、阻止率3割8分5厘とかなり頑張ってくれました。ただね、エラーが3つ、ちょっと多いかな、うん、キャッチャーだったら1個ぐらいにね収めておいてほしかったなと思います。ということで、今回のコッシュ君取ったタイトルは首位打者、打点王、最多安打、最高出塁、新人王、ベスト9の合計6個でした。いかがだったでしょうか。ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ。